はい、こんばんは、こんにちは、ございます。ブートロです。今日もマジアトの動画を撮っていきたいと思います。今日の動画はですね、タワークエストやっていこうと思います。まあ、前回ですね、タワークエスト98回のね、攻略動画を出させてもらったんですが、今日はね、99回をやっていきたいと思います。まあ、99回ね、ちょっと見ての通り、まあ、詳細見ていくと、こんな感じでね、もうちょっとクリアしてしまいました。いろいろね、検証してる間にちょっとクリアしてしまいまして、まあ、しっかりね、今日は攻略動画なんで、ここのね、クエスト評価を達成しつつ、99回クリアしていこうと思います。まあ、こちら出現キャラ見ていきますと、まあ、4体今回出てきます。神谷、ガタスバル、ヨーコ、カラス。で中でもねややこしいのがこの神谷さんとガタスバルなんですよ。で、まあ、神谷に関しては、まあ、必殺技ね、してくるのと、まあ、オートスキルで防御力アップ、何よりねこの一番下がね、やっこくて、発動条件がね必殺技を受けた時に、味方後列の体力を回復し、復活までしてきます。プラス、味方後列に与えダメージ増加と非ダメージ減少までしてくるかなりね、厄介なオートスキルとなっております。まあ、なので、ここさえ発動させなければいいので、発動条件がね、必殺技を受けた時なので、もう今回99回は必殺技を使わないことを、おすすめします。まあ、使ってもいいんですけど、もう神谷さんにだけは、使わない。もしくは、もうあともうちょっとで必殺技さえ打てれば倒せるっていうタイミングだったら使っていいとは思うんですけど、もう基本ね、99回は必殺技を使わないことをお勧めします。で、あとはガタスバルですね。必殺技プラス防御力アップを覚えてるのと、まあ、ここね、神谷さんと内容は一緒なんですが、発動条件がちょっと変わってきます。ガタスバルに、まあ、状態異常がかかった時か、弱体効果を受けると、その味方後列に体力を回復し復活してくる。で、プラス味方後列に与えダメージ増加と非ダメージ減少と、かなりね、ここもややこしいオートスキルになっておりますので、もうこのね、ガタスバルに関しても、状態異常をしなければいいわけです。で、プラスデバフをしなければいい。防御力ダウンとか攻撃ダウンとかをしなければ、このね、ややこしいオートスキルは使ってこないので、ここがね、この3つが鍵となると思います。で、まあ、このね、ヨーコとカラスに関してはですね、なんかオートスキルで、初めからね、毒効果って言って、まあ、ウェーブ開始時からね、急にね、二人ともお亡くなりになられます。なんかね、毒リンゴ食べさせられたんですかね。なんか謎に本当にありがたい効果で、もう毒効果でね、最初初っ端死んじゃいます。まあ、ただ、神谷さんに必殺技したり、ガダスバルにデバフだったり、状態異常しちゃうと、この二人ね、さらに強化して復活してきますので、そこをね、避けていきたいということで、今回は必殺技やら状態異常しないっていう、作戦に出たいと思います。まあ、そうするとこの二人ね、もう出てこないので、そうすることで3体以内にクリアだったり、戦闘不能のね、このクエスト評価、かなりクリアしやすくなるので、そこをね、鍵にやっていきましょう。ということでね、もう説明しているより多分実際にね、行った方が早いと思うので早速行くんですが、まあ、チーム編成はね、こんな感じで、組んでおります。で、まあ、今回必殺技を使えない、ということなので、会心攻撃をね、うまく利用していこうということで、このメンバーを、厳選しました。もうこのね、まあ、若様、妖属性の比叡、妖属性の桑原、で、リンク、柳沢さんを選ばせてもらったんですけど、柳沢さん以外は結構会心攻撃しやすいキャラクターになってます。まず若様が、まあ、必殺技のね、宿地、まあ、レベル8の時点で、まあ、縦1列にね、広範囲で、40% の会心率アップしてくれるので、もうかなりでかいと。なぜこんなにね、今回会心率を押してるかというと、会心攻撃がね、成功すると、もう必殺技並みのね、通常攻撃を、相手に与えることができます。まあ、なので今回必殺技を使わない作戦なので、会心攻撃が必須ですね。まあ、やっぱ3体以内にクリアするってなると、かなりね、必殺技なしだと、めちゃくちゃ難しくなります。まあ、なので必殺技並みの火力を出せる、会心攻撃をね、うまく利用していこうと思います。で、若様に関してはね、あとオートスキルで会心率アップも 13% ついてくるので、もう必殺技のね、宿地と組み合わせると、もう 50%、の確率で会心攻撃ができると。で、まあ、これだけではちょっと物足りないので、まあ、最近当たったね、後列に、この妖属性をね、比叡をつけることによって、オートスキル、この極めし者がですね、横1列に 25% の会心率アップと、ウェーブ開始時からね、使えますので、ここしっかり利用してね、若様には、会心攻撃を、やってもらおうかなっていう作戦です。で、まあ、クワちゃんを採用理由はですね、強化効果がね、かかると、会心攻撃 100% がつきます。
まあ、これがねかなり今回使えると思ったのでクワちゃんを採用しました。で、あとはねこのリンクはこのねバフ攻撃力アップがかなり強い 65% もね、まあ、横一列にはなりますが、まあ、65% も攻撃力アップしちゃうので、かなり強いと。で、まあ、オートスキル見ていくと、このね、自身が敵を倒した時に 100% の回心がつくと。まあ、ここはちょっと運要素あるんですが、まあ、リンクでね、もし敵を倒せると、回心攻撃 100% になってくれます。まあ、かなりね、強いかなと思って採用しました。で、まあ、一番謎なのが、多分柳沢さんだと思うんですけど、まあ、ちょっとね、ずっと前から使いたかった柳沢さん。でも今回ね、かなりね、活躍します。で、なぜ柳沢さんを連れてきたかというと、まあ、やっぱコピーですよね。なんたって。この必殺技をうまく利用しようと思ってるんですが、若様のね、宿地ってこの縦一列だけにしか、回心効果いかないのはもったいないので、まあ、後列にもね、この効果を、使いたいなと思って、採用したのがこの柳沢さん。なので柳沢さんにはね、宿地をコピーしてもらって、後列にもね、回心攻撃がしやすい状況を作ろうかなっていう作戦でございます。なのでね、今回はね、攻撃アタッカーのみで、組ませていただいてます。で、プラスガタスバルはね、陰属性なんで、まあ、なるべくね、弱点効果、陽属性にはね、弱いということなので、まあ、陽属性多めにしております。なので、リーダースキルもクワバラで、陽属性のね、攻撃力 15% 今アップしている状態です。まあ、そんな感じですかね。まあ、なので、この作戦でね、ちょっと行ってみようかなと思います。まあ、これもね、ちょっとうまく決まらないと必殺技なしでいくので、倒せるかちょっとね、難しいところなんですが。まあ、なので早速ね、ちょっと宿地からかけていきます。まずね、回心をアップ。で、次にこちらね、コピーをしていきましょう。はい、宿地ね、はい、かっこいい柳沢さん、コピーしてますよ。若様になりました。これでいきます。で、次ちょっとね、リンクの必殺技が、決まるかな。これで攻撃力アップ。ちょっとね、溜まるの遅かったね。印象的に。OK。でね、この宿地とね、リンクのその通常攻撃回避っていうのが、結構ね、戦闘不能になりにくいっていうのも、結構選んだ理由でもあります。かなり使えます、その通常攻撃回避。いけるかな。そう、これ回復してくるんでね、これがかなりややこしいです。もう3ターンですからね。頑張れみんな。あとはクワちゃんでなんとかなるかな。あとクワちゃんですね、多分ね。OK、いけました。はい、こんな感じで、ね、相手に与えるダメージの必殺技は使わずとも、回心攻撃をね、うまく利用すれば倒せます。まあ、これで、ま、3体以内にクリアもいけましたし、戦闘不能キャラをね、出さずにもクリアできたと思います。まあ、なので、ま、ここね、結構難しいって言ってる方多いので、ま、ぜひね、必殺技やら状態異常やら、弱体効果さえしなければ、ようことね、カラスの分は、はしょれるので、ぜひね、回心攻撃作戦、試してみてほしいです。でですね、まあ、ちょっとチーム編成戻るんですけど、まあ、今回ね、結構会心攻撃持ちのキャラで組みましたが、まあ、もしね、そういうのが難しいっていう人は、全然ね、宿地だけでもかなり効果的なので、まあ、手持ちのね、強い、まあ、揚力タイプでもいいですし、攻撃タイプのね、育った、キャラを全然持ってきてもいいと思います。まあ、今、この、ステータス値見ると、一応、総合力は4万6千で、攻撃のね、アタッカーで組んでるので、攻撃値は2万ぐらい。まあ、これあれば、なんとか、多分、回心攻撃さえできれば、クリアしやすいんではないかなと、思います。はい。っていうことでね、まあ、今日はちょっと99回の、攻略動画とさせていただきました。で、まあ、他にね、回心攻撃持ってるキャラは、あんまね、いないんですよ、正直。この5人、柳沢さん抜いたこの4人か、トグロ、80% この耐属性のトグロね。こちらも一応回心率アップ持ってます。で、あと、自分が見た限りだと、ヨーコクラマですね。ヨーコクラマも一応、回心率アップ持ってるので、まあ、この辺をね、代わりに使うのも、全然ありかなと思います。まあ、星4以下に関してはね、ちょっと回心アップは、持ってるキャラいなかったと思うので、まあ、うまいことね、まあ、この辺の、
4体か、トグロ、ヨーコクラマ使うのがいいんではないかなと思います。まあ、ちなみにですね、さっきのタワークエスト、もしね、必殺技とかをしちゃうと、どうなるかっていうのも一応ちょっと見ておきますか。せっかくなんで。そうすると、絶対3ターン以内無理なんですよ。このメンバーでも。ちょっとやっていきますね。やっていきましょう。まあ最初じゃあちょっと祝地打ってきますね。まあ最初の段階はちょっと似た感じでいきましょうか。で、まあここで毒殺されると2人がね、なぜか毒人間食べちゃいましたと。で、まあここで祝地、はい、かっこいい柳沢さん、若様に変身。で、まあここで例えば、もうフレンド使っちゃうとします。まあこっち攻撃アタッカーなんで、まあ耐性下げると。ってなると、一気にね、こう復活してきます。で、まあもう、断然ね、どんどん必殺技使っていきましょう。で、まあリンクのね、攻撃アップも使わなきゃいけないですね。はい、ってなるとね、ちょっとやられたりもしますからね。で、まあここで、はい、めっちゃ強いです。やっぱ、相手の、カラスとかの必殺技が。でもこう、やられてっちゃったりとか、やっぱしちゃうので、なかなかね、こう同じメンバーで、必殺技するのかしないのかではかなりでかいですし、まあ、ヒダメージ現象もねかなりしてきてますので、まあ、ここの99回が難しいとなるのはそこが原因となってくるので、絶対ね必殺技打ったりとか状態異常したりデバフをしないことをここの回はおすすめです。はい、負けちゃいましたね。はい、ということでね、ちょっと長くなっちゃいましたが、以上です。まあ、なのでね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらね、グッドボタンやコメント、YouTube のね、チャンネル登録も、よろしくお願いします。ではでは、また何かね、動画撮れましたら、あげようと思っているので、楽しみにしててください。ではではでは、まったねー。